インドネシア高速鉄道がとんでもない事態になっています。皆さんこんにちは。ネックス工業の未来です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はインドネシアの高速鉄道についてお話しします。インドネシア政府は首都ジャカルタと西ジャワ州の都市バンドンを結ぶ 150km の高速鉄道の建設を計画しており、着実に進められています。この計画は将来的にインドネシア第二の都市である東ジャワ州のスラバヤまで延伸するものです。当初日本はこの計画に関して密接に関わっていました。しかしインドネシア政府は中国の提案を選び、それによってさまざまな問題が発生し、自国では手に負えない状況となっています。そこで今回はインドネシアの高速鉄道建設にフォーカスし、インドネシアが中国を選んだ理由や直面している問題についてお話ししていきます。インドネシアは東南アジアに位置する大国で、1万7000以上もの島から成り立っています。世界で4番目に人口が多い国ということで、主要な経済大国の一つでもあります。インドネシアは驚くほど広大な国で、その面積は日本の約5倍にも及びます。しかしこの壮大な国土面積にもかかわらず、鉄道インフラはジャワ島とスマトラ島に限定されており、その総延長はわずか 4675km です。この鉄道の歴史は1864年にジャワ島で最初の路線が開通したオランダ植民地時代まで遡ります。はじめは標準機 1435mm が計画されていましたが、建設費用の高騰により狭機 1067mm に変更されました。その後の日本の占領時代には狭機が国内の標準とされました。そんなインドネシアが2015年7月に高速鉄道計画を発表しました。この計画は首都ジャカルタと西ジャワ州の都市バンドンを結ぶ 150km の高速鉄道を建設するもので、将来的にはインドネシア第二の都市である東ジャワ州のスラバヤまで延伸される計画もあるとされています。 150km という距離は確かに長いですが、この計画は重要な意味を持っています。というのも、このジャカルタ・バンドン高速鉄道は東南アジアで最初に開通予定の高速鉄道だからです。2023年6月22日にはインドネシアのジャカルタ・バンドン高速鉄道の試運転列車が最高速度時速 356km に達したとの発表がありました。この成果は業界内でも非常に注目されるもので、海事・投資調整大臣ブディ・カリアスマディ、運輸大臣リドワン・カミル、西ジャワ州知事、さらには中国大使までが乗車していました。報告によれば、最高速度時速 350km の走行には問題がないと評価され、その安定性と静粛性も高く評価されました。しかしこの高評価とは裏腹に、一部からは問題があるのではないかという疑念が呈されています。その主な理由は、この計画が中国によって担われていることです。そしてこの発表を行ったタイミングについても注目されています。この試運転が行われた時期は、日本の天皇陛下がインドネシアを訪れていたため、政治的な意味合いも考慮されているのではないかと言われているのです。この高速鉄道計画では当初、日本と中国が熾烈な受注競争を繰り広げており、最終的には中国が落札者となりました。なぜインドネシアは中国を選んだのでしょうか。インドネシアのジャカルタ・バンドン高速鉄道計画は、政治的・経済的意味合いを持つ大規模な事業です。この計画に関わる日本、インドネシア、中国の3国間の複雑な関係性が、この一つの鉄道計画を通して表面化しています。まず、日本と中国の間で行われた熾烈な受注競争に注目しました。日本は自国の高度な鉄道技術と安全性を売りにし、さらに計画が失敗した場合の財政的リスクを考慮して債務保証を求めました。これは計画オーナーであるインドネシアにとっても理にかなった要求と言えるでしょう。一方、
中国は短期間での計画完成を強調し、債務保証や財政負担の要求を省略しました。これは中国の一帯一路構想と合致する戦略であり、インドネシアがこの条件に魅了された形です。しかし、このインドネシアの選定が日本に与えた政治的、心象的な影響は深刻です。当時の菅義偉官房長官の極めて遺憾のコメントはこの状況を如実に表しています。さらに、日本が作成した環境影響評価が中国に流れたとの疑惑が浮上したことで、日本とインドネシアの間には一定の不信感が生まれています。このような状況にある中にもかかわらず、インドネシアから日本へ50兆円という驚愕の資金支援要求が出されました。過去にインドネシアが高速鉄道計画で中国を選択した事実を考慮すると、この要求を日本側が受け入れることは厳しいと見られています。2018年の日本インドネシア国交樹立60周年記念シンポジウムでのバスキ氏のコメントはこの問題のさらなる真相を示しています。インドネシアの代表であったバスキ氏は、両国が島国で災害の多い環境にあること、歴史的にも協力関係があり、日本の技術でインドネシアの多くのインフラが整備されていると言及しています。そのため、この資金要求がインドネシアの長期戦略に基づくものなのか、それとも短期的な財政利便性によるものなのか、その真意は不明です。ジャカルタとバンドンを結ぶインドネシアの高速鉄道計画は多数の課題に直面しています。この計画は東南アジア初の高速鉄道として、中国の一帯一路政策の一環で建設が進められていますが、初めての試みだけに不明確な要素が多く、それがリスクとして現れています。まず、工事の遅れとコストの増加が顕著な問題です。当初の予定であった2019年の完成から遅れが生じ、現在は2023年に延期されています。その間にコストは当初予算の約8000億円から1兆500億円へと膨れ上がっています。この遅延とコスト増加は、用地取得の難航や新型コロナウイルスの影響を受けており、インドネシア政府と国民にとっては避けられない負担となっています。さらに、終点のテガルルアル駅がバンドンの中心部から離れているため、公共交通の利便性が低く、その結果として高速鉄道の便益が十分に生かされる可能性が低くなっています。経営面でも問題があり、中国からの高額な融資に依存する形になっているため、持続性のある負債管理が問題視されています。さらに、未確認の需要によって計画は赤字運営に陥る可能性が高く、これがインドネシアにとって長期的な負担となる懸念があります。環境面での影響も無視できません。水質汚染、騒音、周辺住民への影響といった環境問題が指摘され、これが地域社会の中国に対する不信感を高めています。2023年8月現在、インドネシアの運輸省はジャカルタとバンドンを結ぶ高速鉄道の営業運転開始に向けて、安全性や運行に関する最終確認をヨーロッパの複数の鉄道コンサルタントに委託しています。運輸大臣は遅くとも10月1日までに運行許可を与える予定であり、もっと早く8月に前倒しで許可が出る可能性も示唆しています。運行許可は商用運転を始める際に不可欠な許認可であり、招待客に限っての無料運行では必要ない場合もあるため、運営会社の KCIC は準備が整い次第、早ければ7月にも無料運行を始めると発表しています。この発表には運輸大臣も同意しています。このような状況を考慮すると、高速鉄道計画は営業開始に向けて急ピッチで準備が進められているようですが、前述した多数の課題が解消されていない限り、運行開始が成功につながるかどうかは不透明なままです。インドネシア政府と運営会社、さらには関わる複数の鉄道コンサルタント会社がどれだけ効率的にこれらの課題に対処できるかが、計画の成功に大きく影響を与えるでしょう。高速鉄道の建設計画において、インドネシアでは
日本を選べばよかったといった声が多く上がっています。散々日本の高速鉄道プランを高い高いと言って、調査資料を中国へ横流しして受注させた報いですね。亜熱帯の国で高速鉄道工事をするとなると、地盤が地盤だし、台湾で実績のある日本くらいしかまともに工事できないと思う。結論として、日本のプランの方が安かったってことになりかねないだろう。結果を見ましょう。そして事業が始まったら見させてもらいましょう。運営上の問題で日本と中国の違いが出る時が必ず来ると思うよ。楽しみに期待して待っています。インドネシアの高速鉄道計画に対して様々な意見があることが明らかです。特に日本と中国の比較が繰り返される中で、多くの人々が結果を楽しみに待っているようです。日本政府の関与に対しては、その対応や関わり方を見直すべきだとの意見もあり、インドネシアが選択した中国とのパートナーシップは、特に日本にとっては残念な点とされています。日本はこれまでインドネシアに対して献身的な態度を見せてきましたが、この件においてはインドネシア政府への信用が失墜していると言えるでしょう。さらにジョコ大統領に対する批判も今後高まりそうです。世界全体から見ればインドネシアはすでに中国寄りの国とみなされており、その立場がさらに強固になる可能性があります。中国との関係強化によってインドネシアが緊縮される状況にあるとも言われています。信用という観点からも、インドネシア政府がこの計画を通じて得る教訓は重要です。この高速鉄道計画はインドネシアにとってだけでなく、関係国や世界全体にも影響を与える重要なテストケースとなるでしょう。その成果がいかに出るかは、今後の運営とそれに伴う各国の対応にかかっています。インドネシア高速鉄道計画は工事の遅れ、コストの増加、アクセスの不便性、さらには経営破綻の可能性など、様々な要因がこの計画の成功を阻む可能性があります。また中国との協力によるこの計画はインドネシア国内外からも批判が寄せられており、特に信用面での懸念が大きいです。一方でこの計画が成功すれば、インドネシアは東南アジアで初の高速鉄道を有することになり、多くの経済的利点が見込まれます。ただしその成功には多くの障壁があり、それを乗り越えなければならない状況にあります。インドネシア高速鉄道が正式に開通するかどうかは、これからのインドネシア政府の対応と、多くの問題への解決策がどれだけ効果的かにかかっています。開通すれば大きな経済効果が期待されますが、そのためには現在浮上している多くの課題を解決しなければならない厳しい状況にあると言えるでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また Twitter と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。